M リーグは競技マージャンのチーム対抗戦のナショナルプロリーグ。マージャンのプロスポーツ化を目的とし、2018年7月に発足した。レギュラーシーズン、ファイナルシリーズのそれぞれについて、スポンサー契約を締結し、大和証券 M リーグ、M リーグ朝日新聞ファイナルシリーズという名称で開催している。対局のパブリックビューイングに集まった選手たち、運営は、 一般社団法人 M リーグ機構。初代チェアマンにサイバーエージェント社長の藤田進。最高顧問に J リーグ初代チェアマンの川渕三郎が就任した。リーグ参加チームの所属選手に対しては、最低年俸として400万円が保証されるが、一方で、賭博行為への関与を固く禁じており、仮に関与が確認された場合には即解雇などの厳罰に処される。 また、対局時にはチームごとに定められたユニフォームの着用が義務付けられる。対局はすべて東京、港区に新たに設けられる専用スタジオ、M リーグスタジオにて行われ、一部の対局では都内の数カ所でパブリックビューイングも行われる。開幕日である2018年10月1日には、大和証券グループ本社との3年間の レギュラーシーズンスポンサー契約を締結したことと、名称を大和証券 M リーグとして開催することが発表を。また、2019年2月には、ファイナルシリーズの冠スポンサーとして、朝日新聞社とのスポンサー契約を結んだことを発表した。競技ルールは、ありありの東南線で一発、裏ドラあり、1万個、トンズ。 作詞に書く一枚ずつ赤灰を入れて行われる。また、時間短縮を目的として、全自動マージャン宅の自動配牌機能を使用するほか、審判制度を導入しており、調査都市県と梶本モ宅ほどが審判を務めている。一部の悪質な行為を犯した場合は、サッカー同様にイエローカードが与えられ、1日で2枚提示された場合は、レッドカードに代わり、 個人トータルポイントから20ポイントが減算される。ファイナルシリーズでは、各チームが持つレギュラーシーズンのポイントを半分にした、上で引き継ぐ。優勝賞金は5000万円。以下、準優勝2000万円。3位1000万円。アベマ TV において、全体局の動画配信が行われる。また、個人戦に関しては参照制度で争われ、 毎年の規定だそう、数20試合以上の選手が対象となり、個人の総合スコア、1試合での最多獲得スコア、ラスカイ比率の各トップの選手が、リーグ戦終了後に受賞する。3賞のうち、個人総合スコア1位を獲得した選手は、シーズン MVP として表彰され、優勝者あれを模したガラス製のメダルが授与され、その他のタイトル獲得者には、 銀メダルが授与される。ここでは重要な箇所だけを取り上げ、簡潔に記載する。詳細は公式ホームページを参照。参加する各選手を M リーガーと呼ぶ。内は M リーガーが所属する競技マージャンプロ団体。イコール最高位戦日本プロマージャン協会、イコール日本プロマージャン連盟、イコール日本プロマージャン協会の省略系、朝小連合とルムは、 省略なし。各チームの所属選手は以下の通り。なお、男女混成3人以上4人以下という条件を満たす形で編成される。日本プロマージャン連盟の理事、広報部長である黒木正夫によれば、M リーグチームのオーナー企業の中には特定のマージャンプロ団体と関係を築いているところがあり、そのようなチームでは選手が連盟ばっかり、 最高位戦ばっかりになることがある。2021年のドラフトでは、新規採用者5名のうち連名所属者が4名であり、連名所属者ばかりが採用されたとの声があった。しかし、そのような声に対して、黒木は、契約満了となった3名全員が、連名所属であり、増減で言えば、連名と非連名が一増ずつであるということを、 指摘した上で、連盟が企業に圧力をかけた結果ではなく、プロ団体にそのような力はないとしている。チームによっては、ドラフトでの指名方針についてインタビューなどで述べていることがある。2018年8月7日開催のドラフト会議において、既存の5団体に所属するプロの中から各チームが指名し、7チーム、各3名。 計21名の M リーガーが誕生した。同年10月に開幕し、各チーム80搬送のリーグ戦を行った結果、風鈴火山、アビマズ、マージャン格闘クラブ、ドリーブンズが、ファイナルシリーズに進出した。ファイナルシリーズでは24搬送を行い、2019年3月、ドリーブンズの優勝で初年度の幕を閉じた。 M リーグ駅伝2019年7月6日から3日間に、渡って放送されたマージャン駅伝の M リーグ版。初日に、通常の M リーグルールで、各チーム4回戦ずつ行い、2日目は赤ドラーリ3朝を、各チーム6回戦ずつ行う。最終日は、M リーグルールだが12点等が倍のルールで、各チーム3回戦ずつ行った後、 上位4位チームが得点を持ち越して1回戦勝負を行う。2018年シーズンの全7チームに加えて、藤田進チェアマンが率いる特別チームが参戦し、その特別チームが優勝した。新チームかどうかは桜ナイツが加盟し、各チームの所属選手数の上限を4人に拡大し、男女混合が義務付けられた。この変更に伴い、 前年シーズン成績に基づくウェーバー制によるドラフト会議を2019年7月9日に開催され8名の選手が指名され8チーム29選手で新シーズン開幕を迎えた同年9月30日に開幕し2020年4月に終了予定であったが新型コロナウイルス感染症の流行に伴う緊急事態宣言発令により ファイナルシリーズを延期し、2020年7月に終了した。レギュラーシーズンは1チームにつき10試合追加されて90試合で行われ、このシーズンから導入された上位6チームでのセミファイナルを経て、上位4チームで行われるファイナルシリーズが開催された。レギュラーシーズンを6位、セミファイナルを4位というボーダーラインギリギリで通過した、パイレーツが逆転で優勝した。 このシーズンから起算して2年連続ファイナル。進出できなかったチームに、チーム編成改変を義務付けるルールが新設されたほか、ユニフォームサプライヤーとして、ミズノが製作した公式ユニフォームが登場した。ドラフト会議は2020年7月27日に開催され、角川桜ナイツが1名の選手を指名。8チーム30人でシーズン開幕を迎えた。 2020年10月5日に開幕。前年と同じく1チームにつき、レギュラーシーズン90試合、上位6チームによるセミファイナルシリーズ16試合、上位4チームによるファイナルシリーズ12試合が行われ、セミファイナル4位で通過した EX 風林火山が逆転優勝を果たした。シーズンオフ中に4名の選手が契約を満了し、自由契約となった。 ドラフト会議は2021年8月21日に開催され、セガサミーフェニックスとチームライデン、ライデンが1名、コナミマージャン格闘クラブと EX 風林火山が2名の選手を指名。M リーグ公式戦全試合を行う港区浜松町に所在する専用スタジオ。広さは約170平方メートル。対局フロアであるスタジオには、 日本初となる英国モーシス社のリアルタイムカメラトラッキングシステムスタートラッカーを常設しておりカメラの動きと AR 技術を連動させ様々な映像効果を生配信で提供できる通常床面につけるトラッキングマーカーは天井につけられているスタジオに隣接して副調整室が設けられ ARRCG 創出コントロール画面は 専用のコントロールソフトをテレビ朝日クリエイト及びテレビ朝日コーポレートデザインセンターが制作。9台のリモートカメラ、固定の天井カメラ、動的なクレーンカメラを合わせスポーツ中継同様の演出が可能となっている。対局フロアの上階に4部屋の選手専用のロッカールーム、実況席、審判席、メイクルームを備える。M リーグの公式戦以外には 以下の大会の開催実績がある。アベママージャンチャンネルで、基本的に平日が水曜日以外の19時から、一部の、週末は17時から、リーグ戦の試合を生配信するほか、ゴールドチャンネルとのサイマル放送も行われる。オフシーズンには印象に残った節を再配信する場合がある。中継番組での実況は、小林美佐、松島桃、 日吉達也の三人が担当する。解説は主にその日試合日でないチームから一人、または二人招かれて担当する。土田康渉など、M リーガー以外のプロが解説する日もある。2020シーズンより、レギュラー解説として、渋川南馬が、2021シーズンより、元 M リーガーである、藤崎聡が、レギュラー解説に加わった。 試合後の選手へのインタビュアーは、2018年シーズンより、松本慶佑が原則一人で担当していたが、2020年12月の2日間、伊藤優里が担当した。伊藤は2021シーズンも週1回程度担当している。なお、2020シーズンからは、土田、渋川解説担当日のみ、松本のインタビューに呼ばれなかった二人が控え室。 近くの廊下でインタビューを受けることになった。この様子は生中継終了後、アベマプレミアム限定で公開される。公式実況スケジュールの都合により、変動あり。中継スタッフ2019シーズンは、毎月1から2回の割合で、東京タワー近くのスターライズタワーか、ベルサール六本木でパブリックビューイングを開催するほか、EX タワー内の EX シアターで、 プレミアムナイトを開催する。来場にはチケットピアで購入したチケットが必要だが、開始1時間前以内にはチケットを購入していない、人のためにオフィシャルグッズの販売を行っている。パブリックビューイングの内容として、出場説ではないチームから数チームのメンバー全員による生解説や試合を行った各、チームとのファンミーティング及び、撮影会等が行われるほか、 プレミアムシアターでは、対局前にステージイベント等が行われることとなっている。なお、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2020年3月以降に予定されていたすべてのパブリックビューイングは中止となった。2020シーズン開幕日も開催されない。公式としては初めて、東京以外の地方で開催も行っている。また、 2018シーズンから比べても2019シーズンでは各チームが主催し、そのサポーター向けの社内パブリックビューイングの開催も増加している。概要1週間のダイジェストとトーク、所属選手のドキュメンタリーをアベマニュースチャンネルとテレビ朝日にて放送している。司会は田中裕二が務め、他にジャイがレギュラー出演する。 アシスタント MC は2018年いっぱいは、アベマ TV アナウンサーの西澤ゆか、滝山あかね、藤田環奈の3人が、ローテーションで担当。ナレーションもそれぞれ持ち回りで務める。2019年1月配信分より、アシスタント MC に、須田あかりが就任。アベマ TV アナウンサーによるナレーションは継続。2019年9月29日放送分までは、 生放送。テレビ朝日系列との同時放送となった同年10月6日、放送分以降は、応援数時間前にとって、出しの形での収録放送となる。なお、テレビ朝日の編成上の都合により必ずしも、同時放送とならないケースがある。2019年10月13日深夜放送分は、テレビ朝日では、 世界体操の中継により休止となり、アベマ TV でもニュースチャンネルの性質上、令和元年東日本台風関連の情報を優先したため、翌日18時から1週間、アベマビデオでの無料配信となった。2021年10月31日深夜、放送分も第49回衆議院議員、総選挙投開票に伴う選挙特別番組を、 週夜放送するため、翌日12時から、アベマビデオでの無料配信を行った。内容1週間のリーグ戦前試合結果を伝える、週刊。M リーグダイジェストと所属選手やゲストとのトーク、M リーガー29人の素顔に迫る、M リーガーヒストリー29人の奇跡夢の切符を、つかみしもの等の週代わりでの独自企画で構成されている。 レギュラー主なゲストスタッフ2019年4月5日から東京 MX にて放送しているダイジェスト番組同年9月13日までは毎週金曜19時から10月3日から2020年3月19日までは毎週木曜19時58分から同年4月7日からは毎週火曜日16時 -17-00 に放送している 2019年4月5日から同年10月10日放送分までは2018年シーズンのダイジェストを10月17日放送分以降は2019年シーズンのダイジェストを放送している2020年6月30日放送分をもって終了した2020年10月6日から BS 朝日にて毎週火曜日23時遅れ時に放送予定の ダイジェスト番組。2020年シーズン直近1週間の模様のダイジェストとその中で最も盛り上がった対局のハイライトを放送する。ありがとうございます。